ナーボー・ユリア結婚届騒動がちょっと話題になってますね。まあ、勝手にユリアに結婚届を出されてあの困っている名前も勝手に使われましたってことをこうやってネットで言ってるわけよ。で、これがもうあの受理されて、まあ、取り消しするなら離婚になって罰位置になっちゃうとかそんな話なんだよね。でさ、何言いたいかっていうとさ、ナーボーははっきり言ってこれを 美味しいと思ってますなぜなら、ユリアをストーカー罪で逮捕させればいいのに、愛と泳がしてるじゃん。で、できるからね、逮捕。だって、折原の方はさ、あっさり逮捕できたから。で、ナーボーノが、折原より被害ひどいわけじゃん。それで逮捕できないって、ついつまわないじゃないですか。で、結局はこうやって、あのエミタロ・ルイージのさあの、離婚するする、しないのにするするって言ってさ、配信のネタにしてさ、 数字を増やすのと一緒でユリアンにさこうやってストーカーされて撮影してネット上げたりあのこういうのをさわざわざあのツイートするっていうことはあの全部ネタなんだよね美味しいと思ってるわけよで最近このナーボーの方はあのコンカフェの店長かなんかやるわけじゃんで人集めたいじゃんでこれでさあの注目を浴びてまあすごいね数字を弾くわけじゃんこの騒動でその中にナーボー であこの人なんだ、あこの人ナなお坊さんなのか、で、何やってる人なんだろう、あ、コンカフェやってんのか、店長、あ、募集してんの私、コンカフェで働こうと思っていてちょうどいいじゃんとか、そういう人をその動線にしてるんだよね、結局は。だから、あのこれ信用できないですね、はっきり言ってあのネタですあの、配信者っていうのは、注目を集めること、ヘズマリオがそうじゃん、あの突してねあの、警察に捕まったりとかして、まあ、そこまでして注目を集める。 話題作り、数字を増やすっていうことが仕事なわけで、あの、逮捕しちゃえばいいんだよ。でも、あえてさ、泳がせてる。で、こういうことをさせて、で、こんなの、あの、ネットでさ、あの、晒すなよ。これをさ、あの、十分が美味しいと思ってるから、全部こういうさ、あの、本当に、ね、あの、警察に相談してるならばね、警察はこうやってネットでアップすることとか、ネット上でこの公にするってことを、相手にね、刺激を与えるからするなっていうわけよ。だから全部これね、 ナーボ劇場だからね、でこれであの数字を増やして、あのなんならね、本格の方も盛り上がった方がいいなと思ってるわけよ。まあ、実は盛り上がるじゃん、これでさ、知られて露出される、だから広告塔だからね、配信者っていうのは、その人自身が。ということで、まあ、所詮ね、この、本格でね、その店長やるのはどんな、ね、経緯か知らないけど、あのまあ、そっち系の人間はね、これ、水門だからね、水門。だから、信用しないほうがいいよ、話半分、怒り聞いたほうがいいです。 以上です。どうもありがとうございました。